21歳、工場勤務男性です。高卒から特にやりたいこともなく、地元の工場に就職しました。えー、最近、庭師に興味を持ち、資格を取ろうかと思っています、えー。ずっとやりたいことがなかった私ですが、東京で働きたい、住んでみたいと思うことがあります。庭師で東京きついですかはい。また今から東京に就職はどの職業でも厳しいですかぜひアドバイスお願いします。えっと、そもそも論、東京であの庭師の需要がある庭っていうのがだいぶ少ないです。 あの八王子とかに行けば、まあ、庭のある家はいっぱいあるんですけど八王子に住んでる人はあの庭師に金を払ったりしませんなのであの一応東京で庭のある家はあるんですけどそういうところはすでにあのもう庭師と契約済みですなのであの新規で入れるようなところであの庭師の仕事を取るは東京はかなり難しいです なんでその庭師として暮らしたいのか東京で暮らしたいのかっていうのはちょっと明確にあの考えてどっちを取るべきかっていうのを決めた方がいいんじゃないかなと思います。まあ、庭師の会社に就職するとかではありかもしれないですけど多分大体あの派遣先はあのなんか東京じゃないんじゃないかなと思いますけど千葉とかね。